さかねフラワーチャンネル始まります。じゃ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 ん、桜が咲きました。まだ咲いてませんよね。桜の花が咲くのを待ち遠しく、まゆみ先生は毎日鎌田池をウォーキングいたしております。その桜の花が咲く前にもう春の気分で壁飾りを作りたいなと思いました。それで今日はこの動画を見ていただきたいと思います、ね、ぜひ最後まで見て、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。そして最近言ってませんが、グッドボタンもよろしくね。
と壁にかけて様子見てみましたら、角っこが変でしたね。だから後で一番最後にその角の上の方にもお花をつけていきます。そこまで最後までご覧になってくださいね。そして真由美先生はアートフラワーも教えていた時期がありまして、本当にたくさんのペップがございます。まあ、皆さんはねペップなどないと思いますから入れなくてもいいと思いますが、ちょうどピンク色のかわいいペップがありましたので足してみました。そして真由美先生が若かりし頃頬辺に
ピンク色の頬紅がまだありましたので、それもあの桜の花びらにあのちょっとこうね塗ってみました。あの塗布してみました。そうすると濃淡がありましてね、あのしだれ柳、しだれ桜とそれから吉野桜は色がちょっと違うんですね。それで吉野桜をねあの少しあの濃い色だったので2色買いました。ちょっと濃淡グラデーション、ピンクのグラデーション、やはりあのダイソーさんだけなだとね単調になります、色がね。そして頬紅を今あの塗布しております。とっても素敵にあの出来上がりました。まゆみ先生いつも自己満足なんですよ、笑ってあげてください。この辺でよかったらグッドボタン忘れないでね。最後までご視聴ありがとうございました。それからまゆみ先生からお知らせがございます。とっても残念なお知らせです。おひな祭りは中止となりました。やはりコロナウイルスの影響ですね。人生にはまさかの坂がございます。皆さんもご注意くださいね。そんな時でも、どんな時でも、自分の機嫌は自分で取りましょう。それでは皆さん、ごきげんよう。失礼いたします。ありがとうございました。